ラファエル・エドワード・クルーズは、アメリカ合衆国の政治家、法律家。短縮型名は、テッド・クルーズ。テキサス州選出の連邦上院議員。所属政党は、共和党。アメリカ国籍の他に、カナダ国籍も持っていたが2014年に放棄している。キューバ系アメリカ人。1970年12月22日に、キューバ移民で、 アメリカのキリスト教福音主義の牧師及び伝道師でもある父のラファエル・ビエンベニード・クルーズとデラウェア州出身の母のエレノ・アエリザベス・ダラー・クルーズの間にカナダのアルバータ州カルガリーのフットヒル・プロビンシャル総合病院で出生する。両親はルイジアナ州ニューオーリンズにある石油関係の会社に勤めていたが仕事の都合上でカナダに移住して市民権を得た。 1974年に父親の転勤に伴い一家でアメリカ合衆国のテキサス州に移住。以降はテキサスで育ち、福音主義の牧師であった父親の影響で熱心なクリスチャンとして育った。高校時代から保守系団体でフリードマン、ハイエク、ミーゼズ、バスティアラの著作に親しみ、1992年にプリンストン大学、 ウィルソンスクールを卒業。大学時代はディベートで活躍し、全米チャンピオンになった経験もある。卒業論文は、アメリカ合衆国憲法の起草者で第四代大,大統領のジェームズ・マディソンと権力分立に関するものだった。卒業後は、ハーバード・ロー・スクールに進学し、1995年、上位10%に与えられるマグナカムラ・ウディを得て終了。 在学中は、ハーバードローレビューの編集者を務めた。卒業後は、連邦交差裁判所の調査官を経て、1996年に連邦最高裁判所長官、ウィリアム・レンキストの調査官となったが、これは、ヒスパニック系では、初めてのことであった。その後は、ワシントン DC の法律事務所に勤務し、ジョン・ベーナー会議員の指摘顧問を務めている。 1999年からは、当時大統領を目指していたジョージ・ W ・ブッシュの政策アドバイザーを務め、2001年に成立したブッシュ政権では司法副次官に任命された。2003年から2008年までは、テキサス州の省務長官を務め、多くの重要事件を手掛けて知られるようになった。退官後は再び法律事務所に勤務した。また、 この間2004年から2009年にかけて、テキサス大学ロースクールで連邦最高裁の訴訟について講じた。2012年、ティーパーティー運動の指示を受け、共和党候補として、テキサス州から連邦上院議員選挙に出馬し、初当選を果たす。2013年9月24日午後、オバマケアに反対する立場から予算の成立を阻むため、 21時間以上にわたる演説を行った。これは1900年以降では最長の演説の一つになっている。2015年3月23日、2016年大統領選挙への出馬を表明。2016年3月1日、予備選が始まる前に共和党指名争いに名乗りを上げていた上院議員、林税グラムは、慎重する実業家。 ドナルド・トランプに対抗するために対抗馬をクルーズへ一本化することをテレビ番組上で訴えた。3月9日、指名争いから撤退した元ヒューレット・パッカード CEO カーリー・フィオリーナから指示を表明される。その後の4月27日、クルーズは自身が共和党大統領候補に選出された場合、フィオリーナを副大統領候補とすることを表明した。 3月18日、2012年大統領選挙の共和党指名候補である元マサチューセッツ州知事ミッド・ロムニーがユタ州党員集会でクルーズに投票することを宣言した。かつての上司でもあった元会員議長のジョン・ベーナーは、クルーズを人の姿をした悪魔と異例の表現で酷評し、断固支持しない考えを示した。その後、 共和党指名争いはトランプが1位を走ることとなり、トランプの指名獲得を阻止するため、4月下旬にジョン・ケーシックと2位3位連合を組み協力することを決定する。オレゴン州とニューメキシコ州では、ケーシック、インディアナ州ではクルーズに票を集めるという作戦だったが、5月3日にインディアナ州で行われた予備選挙でトランプに大敗し、同日中に 大統領選からの撤退を表明した。同年9月23日にクルーズがトランプ支持を表明したと報じられた。2018年3月中間選挙に向けた予備選挙で共和党候補の座を確保し民主党のベトオールーク会議員との対決が確実になった。選挙本番では民主党の追い上げが伝えられる中、2016年の 大統領選挙で対立したドナルド・トランプ大統領の応援演説を受けるなど、積極的な選挙戦を展開し、2018年11月、苦戦を強いられるも上院議員として再選を果たした。政策は、キリスト教右派の影響を強く受けており、保守強硬派とされる。政府、官僚機構の肥大化に批判的なティーパーティー運動の代表的政治家でもある。 所属しているキリスト教会は南部バプテスト連名である。主な支持母体はティーパーティー運動、キリスト教福音派、キリスト教右派。ゴールドマン・サックスの投資マネージャーでもある妻のハイディ・クルーズとの間にキャサリンとキャロラインという二人の娘がいる。父親のラファエル・ビエンベニード・クルーズはキューバ生まれでスペイン領カナリア諸島の出身だった。14歳の時、 キューバの独裁者フル編集バティスタ政権に苦しめられて収容所に投獄されていたことからバティスタ独裁政権に抗議するためキューバ革命の革命軍として参加していたその時まだ少年だった父親は革命の指導者であるフィデル・カストロが共産主義者だということは知らなかったという18歳だった1957年テキサス州オースティンのテキサス大学へ入学するため 政治亡命の意味も込めて、キューバを出国し、法的な方法でアメリカに移住した。革命の指導者であるカストロが共産主義者だと知ると、反カストロに転じ、カストロの革命軍として参加していたことを今日まで後悔し始めるようになる。1961年、テキサス大学卒業後に、学生ビザが切れると、政治亡命が認められて、アメリカに戻る。 20代の時、仕事を求めて、ルイジアナ州ニューオーリンズに引っ越し、石油会社に勤めていたところ、エレノア・アエリザベス・ダラー・ウィルソンと出会い結婚した。その後、石油関係の仕事の都合で妻と共に、カナダに移住し、1973年に、カナダの市民権を獲得する。後に、カナダの市民権を放棄し、1974年に、妻と幼い息子と共に、 アメリカのテキサス州に移住すると2005年にアメリカの市民権を得た。当初はカトリック教徒だったが1975年にプロテスタントに改め教師テキサス州で福音主義の牧師となった。2016年大統領選挙期間中は息子の応援のためテキサス州で息子の代わりに選挙運動を展開し聖書の教えに基づく説教で 息子の支持を訴える活動を始めた。ラファエル・ビエンベニード・クルーズには、1959年に、結婚した、最初の妻ジュリア・アンガルザとの間に、ミリアム・セフェリナ・クルーズとロクサネル・ルド・クルーズという、テッド・クルーズとは、年が離れた二人の義理の姉妹がいた。クルーズの義姉ミリアムは2011年に亡くなっている。母親のエレノア・アエリザベス・ダラー・クルーズは、 デラウェア州ウィルミントン出身で、イタリア系とアイルランド系の地が入っている。ニューオーリンズで石油会社のコンピュータプログラマとして働いていた時、ラファエル・ビエンベニード・クルーズと出会い結婚した。しかし、1997年に夫のラファエルと離婚した。ありがとうございます。